演舞開演。どうも、本日はこちら千葉県産の落花生バター粒入りを食べたいと思います。どんな感じなんだろう。千葉の落花生は美味しいですからね。開封。わっ、いい香りが香ばしそうですね。ではちょっとおかしいかもしれませんけど、このまままずは行ってみたいと思います。いただきます。本当に粒が入っていて食感も楽しむことができますね。ただのピーナッツバターとは違います。ピーナッツの香りも濃厚ですね。では次にこちらのパンにつけてみたいと思います。まあ本当は食パンとかあったらいいんですけど、今ないんですよね。なので、ではいただきます。やっぱり香ばしいですね、ピーナッツ。ピーナッツバターって言うとちょっとねっとりした感じがありますが、これはそんなにねっとりしていなくて、むしろ普通のバターみたいにサパッと塗れてパクッと食べて、中からピーナッツの香ばしさと粒をたっぷり感じられました。パンに塗ると相性がいいな、もちろんと他にもいろいろできそうですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。では一瞬のサラリーマンや初めて、サラリーマンにとっても初めての人なるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。